1,2, ジクロロプロパンは、化学式 C3H6CL2 で表される有機、塩素化合物。可燃性のある無色の液体で、クロロホルムのような匂いを持つ。テトラクロロエチレンなど、他の有機塩素化合物の製造中間体となる。過去には、土壌燻蒸剤や塗料剥離剤、溶剤、農薬などにも使用されたが、現在ではこれらの用途での使用は、 ほとんどが中止されている。米国では1987年に人への発言性が指摘されている。アメリカ環境保護庁では発言レベルで B にを指定している物質。因果性があり、空気との混合気体は爆発性を持つ。目、皮膚、軌道に対する刺激性があり、中枢神経系に影響を与えることがある。長期的には皮膚の脱脂や肝臓、 腎臓への影響が生じる。アルミニウム合金や一部のプラスチックに対する腐食性がある。ラットやマウスによる実験で肝細胞がんの原因物質となることが判明している。20から30歳前後の印刷会社従業員に胆管がんが多発して死亡していることが2012年に明らかになり、印刷機の洗浄物質に含まれる1、2、 ジクロロプロパンとの関連が指摘されている。厚生労働省は2012年7月、従業員は高濃度で浴びたと推定されると発表した。2011年には国内で規制されるようになっている。大阪大学附属病院の医師らは全国211の病院で現在因果関係を調査している。厚生労働省ではこれらの調査を踏まえ、二千十三年三月に 以下のように報告した。胆管癌は、ジクロロメーターまたは1、2、ジクロロプロパンに長期間、高濃度曝露することにより発症しうると、医学的に推定できること本研事業上で、発生した胆管癌は、1、2、ジクロロプロパンに長期間、高濃度曝露したことが原因で発症した、外然性が、 極めて高いこと国際がん研究機関による EARC 発がん性リスク評価でも2014年にグループ3からグループ1に変更された。以上のことから労働安全衛生法の第二類物質特別有機溶剤等に指定されている。2013年10月1日特定科学物質障害予防規則等が改正され健康障害防止措置が義務付けられた。ありがとうございます。